から和田伸二選手へメッセージをいただいております。再び大型ビジョンにご注目ください。King Yi, welcome here. I would like to congratulate you on a fantastic career. I wish you a really happy retirement, a well-deserved retirement. You played until your 44th year, which is amazing. And always when I think about you, it puts a big smile on my face. When we go way back, back in 2002, when you won the Raven Cup, I always remember how you were doing the King Yups, how technically gifted you were. You were a true role model for me. It was an honor to share the pitch with you. You are a great person and an amazing player. And as a kid, I always looked up to you. And I'm sure that there are many, many people around the world who have the same feeling about you, who respect you and love your game. You are a fantastic guy. I would like to wish you and your family a fantastic time. Enjoy it. You deserve it. All the best to you. Bye-bye. お疲れ様でした。15からの付き合いですけど、一度、どっかの試合で新人するパスを褒められたのをすごく嬉しく、まあ、でも思います。そういうするパスをこれからまた出せるように頑張っていくんで、来年参加人生楽しみください。お疲れ様でした。ミスター10年、そして、お恥ずかしい朝から活動してございます。最後の試合ということで、まあ、僕のプレーが原因で出れないのは非常に寂しいですけど、まあ、今まで途方もない、いいプレーを見せていただき、という感動もいただいたので、本当にありがとうございます。そして、これからも、とにかく、小野君のプレーを出るというのは、サッカーが好きなんだなという、感じます。なので今後サッカーを続けていくと思いますし、もし一緒に行ける機会が あったらじっくりそのプレーをさせていただきたいと思います。お疲れ様でした。お許しくしたいさんが番組主義さん同僚だった稲本純一さん、そしてミスターチブレンの桜井和俊さんからのメッセージでした。それではここで小野伸二選手から皆様へのご挨拶です。皆さんこんばんは。こんな時間じゃないですか。まずは浦和レッズサポーターの皆さん、今日は温かい雰囲気ありがとうございます。西田さんの挨拶の時、まあいろいろありましたが、こう見えても西田さん浦和レッズ大好きです。忘れないでください。一つお願いがあります。どんな時でも、どんな人に対してもリスペクトということだけ忘れないでください。よろしくお願いします。そして北海道の皆さん、スポンサー企業の皆さん、北海道コンサドーレ札幌クラブ、監督、コーチングスタッフ、メディカルスタッフ、用具係、そしてグラウンドキーパーの皆さん、たくさんの方に僕は支えられてこのピッチに立てる今日がありました。本当にありがとうございます。
年の夏に北海道の地に来てから、僕自身はトータル7シーズンですかね、過ごさせてもらいました。今日映像に少なくあったように大した記録は出してません。試合にもそんなに関わってなかったなと自分の中で思ってます。ただその中でこの北海道このドーム、札幌ドーム、そして厚別競技場で一得点ずつ点を取れたこと、それは自分の中で嬉しく思ってます。心残りはもちろん J1 でのタイトル、自分がいるときにその夢が実現できなかったことです。本当に申し訳ございません。ただその中で J2 から始まり J1 を経験でき、素晴らしい選手たちと一緒に毎日楽しくサッカーをさせてもらったこと、これはすごく僕にとってもこれからの人生にとっても宝物です。本当に選手の皆さんありがとうございました。そして自分の家族、奥さん、2人の娘、こんなどうしようもないお父さんを、どうしようもない父を持って本当ごめんね支えてくれてありがとうございます。デデさん、試合前にここの札幌ドームを熱くいい準備を整えてくれたのに試合に負けてしまい申し訳ございませんでした。試合前からいいテンションを持って試合に臨めました。僕自身は20分間という短い時間ですけれども、自分の持っている力を20分の中で出せたんじゃないかなというふうに思っております。今日でプロサッカー選手生活が終わりますけれども、僕自身はこれからも変わらずサッカーを愛し楽しんでサッカーを続けていくので、これからもどうぞよろしくお願いします。そして今日この会場に足を運んでくれた仲間たち、皆さん力を合わせればこういう景色を作ることができるんです。どうぞ来シーズンもこういう景色を残された選手たちに作ってあげてください。よろしくお願いします。最後に皆さんには関係ないかもしれませんが、自分の母、10月17日に旅立ちました。お母さんに一言、僕を産んでくれて、そしてこの素晴らしいサッカーという言いたいことはあります。僕もこれから第二の人生が待ってますが、ゆっくりはしませんが少しずつ自分の道を進みながら、もちろん北海道コンサドーレ札幌、そして日本サッカーに携わっていけるようにやっていきますので、これからの
この神事もよろしくお願いします。西谷製菓株式会社代表取締役社長西水はじめ様、そしてダイヤモンドヘッド株式会社代表取締役柴田剛一郎様、どうぞお進みください。
して